ひじい先生の赤本の登場です。武田塾チャンネル。武田教授の中森です。今回また、著者のひじい先生が、ご自身の参考書を紹介しに来てくれました。ぜひですね、グッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、ひじい先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、前回ソリューションという長文の、はい、参考書と英作文の紹介させていただきましたけど、今回の本は何の本でしょうか。文法書になります。はい、ではタイトルお願いします。大学入試すぐわかる英文法と。はい、でこれが赤本プラスということで。そうですね、赤本プラスという、まあ、レーベルのようなものでして、はい、赤本とセットでやれるような文法書、はい、これがあってもいいんじゃないかっていうところから発案させていただきまして、はい、でまあ、例えば赤本やりながらつまずいてしまったり、なんかもうちょっと詳しく知りたいなっていう時にその文法に立ち返って調べられるような参考書、これを作りました。いや、赤本シリーズって結構本当の赤本以外は割と薄いイメージが、ですけど、これちょっと見てほしいんですけど、この厚さですね、がっつりですよね、今回の英文法書。僕も初めてです、ここまで分厚くしたの。ひじい先生というと、どっちかというとその、まあ、分かりやすくて、そこまでなんていうか量多くないものが多いかなと思うんですけど、今回もめちゃめちゃ力入れて作ってるから、ね、そうですね、はい、いわゆる文法の総合書っていう、はい、こともコンセプトに入れてまして、はい、まあ、例えば受験生が使っていただいてもいいんですが、 1,2 年生が文法を最初から学びたいって言った時にね、はい、1冊やり通してくれればもう文法ほぼ完璧になるぞっていうような形で作らせていただきました。文法書っていっぱいあると思うんで、当然そのいろんな参考書と見比べてこういうの自分書きたいっていうのが秘術の中にあって書いたと思うんですけど、なんかこだわった部分というか特徴はどういった部分になるんですか。まあ、いくつかあるんですが、まず最初にですね、はい、まあ、英語が全然できない方でもしっかり読み通せるような文法総合書、これを意識して作りました。文法書を読んでてきつくなるのがどうしても初見で接してしまう難解な文法用語ですよね、はい、それをクリアするためにまず章の頭に文法用語の説明っていう形で付けさせていただいて、まあ、ここら辺はゼロから英文法と近い発想かなと思います、はい。あとなんか設問があれですよね、例題とかじゃなくてイントロクイズっていう出し方されてますよね。そうですね、はい、各セクションの一番頭にイントロクイズっていうのを設けさせていただいて、最初簡単な英文法クイズから始まるんですよ、はい、で時に日本語だけのクイズになっていることもあります、はい。であとは過去の大学入試問題とかをベースに、それをさらに簡単にしたようなクイズからスタートさせていただいているので、はい、やはり最初から興味をしっかり抱いて読み通せるっていう形でね、作らせていただきました。なんかこれは全部読むことを想定して作ってるんですか、それともなんか、例えば文法書他のものを使ってたりとか、あるいは学校の授業とか習ってて分かんなかったらこれ見るみたいな形で使う前提なんですか。両方ですね。文法に自信がないって方が受験生であっても、この時期からしっかりこの一冊をやり通すことで文法に自信を持って受験に臨めるぞっていうのもありますし、はい、中森先生おっしゃっていたように、分からないところ、つまずいたところでここに立ち返ってくるっていうようなコンセプトも含まれてますね。なるほど。ひじい先生は先ほどちょっと話されてましたけど、例えばゼロからとか、まあ、他にも英文法もっと薄いやつも出してるじゃないですか、ああいうのと比べて今回の使い分けというか、そのこういう人にはこれ使ってほしい、あるいは同時に使ってほしいとか、そういう使い分けみたいな部分はありますか。そうですね、文法を本当最小限、必要最小限で学びたいっていう方はね、はい、ゼロから英文法でいいんですが、はい、そこからもっと広げて文法の世界を知りたいとか、はい、いう方におすすめとなっております。ゼロから英文法ですと時制とか助動詞とか仮定法とかっていうメインとなる、ところに押さえてるんですが、はい、あえてここではもう名詞とか形容詞副詞ですとか、あとはですね語法も入れました、うんうんうん、これも従来の文法総合書とちょっと違うところかなと思うんですが、はい、まあ、僕がやっぱり書くので、あくまでやっぱり受験を意識した構成にしたかったので、はい、和法のような、分野はあえて除いたんですよ、はい、で一方で今の入試でこの語法って言って、例えば動詞の語法ですよね、貸すとか借りるの区別ですとか、はい、あるいは名詞の語法、お金って英語でねいくつか表現があるんですけど、その使い分けですとか、はい、あるいは客ですよね、お客さん、これも英語でいくつか使い分けがあるんですが、もう入試に品質なんで、そこら辺の語法もねしっかり載せてあります。なるほど。あとこの本、別冊の4技能トレーニングブックっていうのがついてるっていうのが表紙に書いてあると思うんですけど、文法なのに4技能っていうのはこれはどういう狙いがあってつけたんですか。従来やっぱり文法にも一定の批判があるのも分かるんですよ、はい、要はその文法すごいマニアックなんだけれども、文法してても書けなかったり、それから話せなかったり読めなかったりするじゃないかと、はい、で文法の使い方が問題なんですよね、はい、要は文法単独でそれで終わってしまうと、
決してあの文法というのはそこまで効果的にはならないんですけど、はい、文法と読むという力、それから文法と話すという力、はい、それから文法と書くという力をしっかり結びつけてくれたら、はい、あの確実に、ね、有益なものになると。でその、はい、あの各4技能とつなげるっていう点ではやはりあの例文に音声をつけることによってやはりその例文を音声を通して、ね、聞くとリスニング力の向上になりますし、はい、あとはまあ僕はもう一番おすすめは実は英文法書に掲載されてある例文を全部暗記していくことなんですよ。でやっぱりあのとっさに出てくる英語ですとか、はい、しっかり書ける英語っていうのはもう完全に丸暗記してしまった英語なので、はい、やっぱりその、まあ、これは本ですから理解を重視したんですが、はい、理解とプラスやっぱり例文の丸暗記、それによって本当に文法がねあの生き生きとして本当に役立つものになるっていうような持論があるので、はい、そのためにねあの作った別冊になります。なるほど。で音声ダウンロードも同時についていると、ちなみにやはりこれ一番疑問に来るかなっていうところなんですけど、そのこういう分厚い総合書っていうのは例えばフォレストとかエバーグリーンみたいなものがやっぱり有名かなとは思うんですけど、そういうものとの差別化というか、その違いっていうのはちょっと さっき少し触れてたと思うんですけど、そうですね、はい、いくつか、まあ、今まで述べてきたこともありますが、はい、プラスアルファでお伝えすると、はい、語文型の欠陥を補ったっていうような特徴があります。語文型の欠陥、はい、従来のこの英語の語文型っていうのは、はい、英語の文全体を5種類に体系化すれば全て読み通せる、はい、使いこなせるっていうようなのが語文型のスタートだったんですが、はい、あの2つ大きな落とし穴があるんですよね。それ何かというとあの、まあ、例えばその I am afraid of dogs っていうふうに言うと、はい、まあ、これ文型で体系化すると第二文型なんですよ SVC の、はいはいはい、でところがこの文を SVC で分類することに何の意味があるだろうっていうところなんですね。で文型のその SVC っていうのはその骨格を意味する重要なねあの文の要素なんですが、はい、ところがその私は怖い恐れているだけでは全然重要なメッセージが伝わってないんですよ、はい、何かというと犬を恐れているっていうそこがあって初めてねあの文の重要なメッセージが伝わるわけですから、例えばその Be afraid of なんてのを第二文型っていうふうに体系化すること自体に意味がないと。で Be afraid of のような熟語はそれ自体を動詞とみなして後ろの Dogs それを目的語とみなすっていうようなあの考え方の方が正しいっていう持論があるんですよね。なるほど。よってその従来の語文型に2つ追加したのがその B 動詞形容詞前置詞型っていう体系化と、はい、もう一つですねこれもまああの結構有名な話なんですが、はい、例えば Prevent all from doing っていう熟語、はい、これもですね文型に無理やり体系化すると第三文型なんですよ、はい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 、でところがこれもやはりフロム以下の情報がとても重要なのでこれを無理やり文型に体系化するよりかはこれはむしろ SVA 前置詞 B 型っていう型にやはりあの統一することが重要だろうということで、従来の語文型プラス2つ新たな文型をつけることによって英語のねあの文をこの7種類をの体系化でほとんどマスターできるっていうようなコンセプトを実現しました。あとはそのフォレストとかと比べるとどうなんですか、この細かさというか、同じぐらい細かく書いてるのか、それとも、まあ、理解重視でそこまで詳しくは書かないようにしたあえてっていうのがあったりとかっていうの、やっぱりあの入試を軸として入試に必要な情報、はい、出る情報っていうのにコンパクトにまとめましたんで、はい、でフォレストとかと比べるとやや差末な事項はカットしてます、はい、なるほど。まあ、例えばあの和法ですよね、はい、直接和法間接和法っていうようなあの文法体系は従来からあるんですが、それはあえてあのバッサリ切りました、はい、なるほど。本として作るにはその単なる情報の羅列ではなくて理解っていうところを重要視したんで、例えばあの実際に見ていただきたいところとしてはあのクジラの構文の説明ですよね、はい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 、あれも僕あのここだけの話あの一回ねあの何かで世の中にまあ僕のね一つの分かりやすい説明をした時すごい叩かれたことがありまして、なるほど。それで反省して調べに調べたんですよね、はい、ところがやっぱそのクジラの構文の問題点があの著名な文法の総合書ですら詳しく載ってないんですよ。おなるほど。やっぱりあの結果ありきで載ってるので、はい、じゃあこれはどういうことなんだっていうところで調べて調べてこの本に落とし込んだっていうのがあります、はい、いろんなことに使える文法書を目指して。そうですね、もう一冊手元に置いておいてくれればもう文法に関しては完璧だろうというコンセプトで作りました、はい、しかもそれがもう4技能の先にも続いていると。そうですね、まあ、僕からのおすすめはぜひ例文を丸暗記してください。なるほど、はい、ということでですね、非常に、おすすめできる文法だと思います。ぜひですね、使ってみてください、はい、今回は以上です。今回紹介した肘先生の参考書なんとサイン付きで3名の方にプレゼントします。この動画のですねコメント欄に、参考書欲しいですっていう内容を書いていただいてですね、ご応募いただければと思います。たくさんのご応募お待ちしてますんでよろしくお願いします。
武田塾公式アプリ Zoom 武田の Android 版がリリースされました。アプリで勉強方法がわかります。詳細は概要欄から。